それではね、筆での塗り分けというのが終わったんで、筆でのじゃない、筆塗りのこの辺映ってね、この辺ちょっとこのインパネの辺とかね、あとまあこういったところとか、今ここにねカメラで映ってるのが全パーツかな、筆塗りしたのエンジンとこのホースの部分とか、まあその他もろもろ、ハンドルとかね、ハンドルでもこの黒い部分とかね、扉のパネルとかダッシュボードの辺とか、まあこの辺のタイミングベルトがつく部分とかね。で筆塗りで 今こうやって分けたのもこの辺はもうねこれで OK だけど、いつものこれ登場こっち向きかガンダムマーカーで筆塗りってね、やっぱり今ちょっとこれ1個ね試しにやったんだけど、こいつをね仕上げていきましょう。やっぱりね筆をこうねやるとムラが出ちゃうんで、もうちょっとこれアップできるかな、できるだけ近くの方が感じが見えていいと思うんだけど、うわぼやける、この辺か、ちょっとね画面から外れたらごめんね。ガンダムマーカーで この辺ちょっとこう この辺ムラがあるよね。これをねこの墨入れする時のような感覚でね、こう境目を、お落とした、境目をねガンダムマーカーでこうなぞってやると、綺麗なラインができて自然な感じになるぞと。これはもう一晩というか一日ねしっかり乾かさないと、エナメル塗料は乾きが遅いんでね、こんな感じでしっかり塗っていってあげるとメリハリがしっかりついて自然な感じに、筆塗り感が減ると、なくなるわけじゃない、減る。これねやっぱりやるとやらないのとではねちょっと違うんだよね、綺麗にそこに収まった感じがするんだよね。でこのねこの間、ここの間もう黒だから、ここもねペンで適当にこうキュ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 ッとこう、ああ塗っていくぞと。でガンダムマーカーがかすれて月が悪くなった時の復活方法っていうのがあるんですけど、紙にねこういうメモ帳にちょっとこう書いてると復活するんですよね。まあインクがあるっていうことでね、先端がね乾きすぎちゃうとそういうことが起きるんだよね。でこうまた塗ってみるとねすごいまたつくぞと。じゃーん、ほらピントが合わないね、なんかなんとなく自然でしょ。と同じような感じでこのタイミングベルトのねここの横の部分がね、そんな筆ではやっぱり手が震えちゃったりしてね綺麗に塗れないんで、ガンダムマーカーでここもこうやって塗っておくと。ピントが合わないね、ごめんね見づらくてね。コピックとかね画材屋さんで売ってるねあれでも十分いいよ。
あっちの方が先端が細くていいけど、こう塗りつぶすには細すぎて辛いところがあるからね。こうガンダムマーカーはこういう、僕はね、黒の場合はね、ごまかすように使ってます。まあでもね、確かね、ここ見えなくなっちゃう気がした。うわ、つかんくなった。確かに見えなくなっちゃうとこだったと思うんだよね。うわ、ほんとすぐつかんくなる。ガンダムマーカーってこういうの弱いんだよね。で、これね、ちょっとコツがあってね、ガンダムマーカーの月をああやっていちいち紙でやるのがめんどくさいから、それを避けるためにね、あんまり力を入れずに塗るっていうのも一つ、月が良くなったりするんだよね。原因とかね、理由はよく分かってない。さっきより良くなったかな。メリハリがついてね。まあそういった感じで落とした。逆にこのシルバーがはみ出したやつっていうのも、こう、あ、こう、あ、よいしょ、シルバーの方にはみ出しちゃう。こう黒で縁を塗ってやると、こんな感じでメリハリがつくと。映ってないカメラ。ほんとね、集中しちゃうとダメだね。まあしょうがないね、そこはちょっと許してください。優しく塗っていってあげると、インクが割とつく。ただ人間って集中するとなぜか力んでいると。こういうのが本当はね、マスキングとかしたりしてね、綺麗に塗装するのが一番いいんだけど、マスキング嫌いな僕はこうやって逃げるよ。うん、こんなもんじゃないの。よし。でもう一個ね、ホイールキャップもね塗ったんで、これまだくっついたままだけど、もうこの状態のまま取っていこうかな。取るのはこの、ちょっとねインクついちゃってるけど、エナメル溶剤ね。これでベビー綿棒だね、小さい方を使って僕は取っていくかな。で、綿棒にちょっと、あ、やめよう。綿棒にね、ドボンとこう沈めちゃうと今度ビショビショになっちゃってるから、ちょっとこう絞るっていうほどでもないんだけどね、余計な部分を取ってあげて、こうやって擦り落とすと。映ってる？映ってるか。もうなんでね、この辺をね、ドバドバとエナメルの色をね
まあここはボディ色と同じっていう感じになってるから、まあちなみに僕はここは何で塗ったかな、クロームシルバーだったかどっちかで塗ったんだよな、忘れちゃった、フラットアルミだったか、いややっぱりクロームシルバーだな、うん、で塗った。まあ色合いがね割と似てるんでね、もう適当にジバジバジバーっと塗っちゃって、でエナメル溶剤でこうやって拭き取ると。本当は塗装したいんだけど、ベンツのマークっていうのが、ベンツのマークの部分だけを拭き取らないといけないから、塗装ではなく塗装時間エアブラシで塗るっていうのは難しいんだよね。でこのまずリング状の部分だけをこれでこう優しく取るような感じかな、浮いている部分だけを取るようなイメージして、あの綿棒をちょっとこう本当に触るか触らないか程度の触るっていうやつだね、優しくこうちょんちょんと、ここの今触れている部分っていうのをよくイメージして、やってやるといいよ。で光沢が出てきたら下のメキイブが見えてきてるっていうことだから、そのメッキ部がリング状にこうそこそこ綺麗に見えるように優しく取ってやると。でリングの部分が取れたら、このベンツのこの3つのなんとかのマークがしっかり出そうと思わずに、協調性だけちゃんと取れていればそれっぽく見えるから、あんまり深追いせずに三角のこう矢印をこうピッピッとこう取っていくような感じかな、優しくね、やってやるといいよ。ほらって絶対に分かんないよねこんなのね。ちょっとライト明るすぎるかな。この今撮ったのがこれで、撮ってないのがこれ。分かるかな。縁がだいぶ綺麗になってるよね、まず縁の部分が。こうやってやればなんとなく分かるかな。こっちはまだちょっと若干曇ってる感じ。ちょっとこれ分かりづらいな。まあ実物見ると分かるんだけどね。まあ、こういった感じで 4つやってあげましょう。まあちょっとこれは時間かかるんでね。うん。一旦ここでカメラを止めますか。まあこれが終わったらまた、もう一個ね、ちょっと小細工があるんで、一旦ここでカメラを止めます。さあ、それでは。組み立てに入りますか。で、この、ま、多分前のカットの時にね言ってた、ちょっと小細工をするって言っとったのは、要はねホイールにねトップコートをしたんだよね。やっぱりちょっとこうホイールね、メッキパーツでツヤツヤな感じなんでね、トップコートして、まああとエナメルで色を塗ってあるんで、それを保護するためにもねトップコートをしました。まあなんとなくそうするとこう感じが良くなるという感じでね、こういう感じで、まあこれだけもう分かりづらいかな。まあちょっとこうねホイールシルバー塗った後にまたこうトップコートをしてちょっとツヤを出してあげるだけ。あんまりテッカテカのツヤツヤにするとちょっといけないんですけど、こういう古い車の場合ね、ちょっとこういう風にしてるとなんとなくいい風合いが出るんですよね。まあということで、シルバーって基本的に素焼きしだからね、塗料が。では組み立てていきましょう。いつものごとく使うのはこちらね。ああ、今日
今日もこんなことをしながら雑談をしつつっていう感じになっちゃうかな。雑談ね。コメントね、最近いただいてね、黒鎌さんのね動画っていうのを、まあ、今後もねちょっと継続的にやってって、まあ動画の時にも言ってた、やっぱりその僕のやり方、黒鎌さんのやり方、もちろん他のね皆さんのやり方っていうのはね、いろいろ差があるんでね、見てもらって、まあ感じてもらって、やりやすいやり方っていうのをね、参考にしたり研究していってもらえるとまたいいかなと思います。本当ね、プラモデルなんてね、いじり出したりすると無限なんでね、やっぱりみんなプロモデルって言っても、僕も黒鎌さんも見えるところばっかりに力入れて、見えないところはもう手を抜く、見えるところ、ね、手を抜いた分その見えるところに力を注いでいくっていうかね。なんで今回ね、なんで僕珍しいんですよね、こんだけエンジンの中、まあ、ね、広げるとね分かっちゃうっていうのもあるんでね、開けるとボンネットあんまり正直ね、こういうことしないんですよね、僕って。まあね、いろいろ今動画で見てくださってる方は分かると思うんですけど、あんまりね、僕ここまでやらないよね。めんどくさがり屋だしね、見えないからいいやっていうね。よっと。プラモデルって正解がないっていうのいいよね。完成体は一緒かもしれないけど、アレンジしだすとね、様々でね、面白いね。なかなか2台ずつ作っていくっていうのも大変だな。同じもの2台作ってるんでね、ちょっと当たり外れが出ちゃうかなっていう気もね、しないでもないんだよね。両方当たりにしたいんだけど、逆にバランスよく当たり、ん？バランスよく外れになるとまたあれだけど、最近ね、なんだろうね、アンチがいるんだよね。この前コメントってね、入れて消してもこっちには残ってるんですよ、誰が何を入れたかっていうの。すごいね、悪口をね書いてくる人がいて、もう全然気にしてないけど、まあなんだろう、最初はねすごいね気分悪かったけど、もう今何とも思わなくなっちゃったね。まあ言わせとけばいいかなっていうような感覚で、僕なんだろう、悪口を言う人間で、なんていうの、顔が見えないことをいいことに悪口を言うやつっていうのがね嫌いでね、面と向かって言えないんだとか、なんかそういうの嫌いなんだよね。なんかその陰でこそこそみたいな、なんかね、陰でこそこそいいことしてるっていうのはやっぱりいいんだけど、その陰でこそこそ悪口を言うのとか、クズだなって思うからね。やっぱりこう面と向かって、うん、あと、まあ、悪口だな、悪口をかけてこそこそやつは、まあ人間のクズだなと思うもんね。面と向かって言う勇気のない、なんか本当
腐ったやつだなと思うんで嫌いだな。逆にやっぱりね、面と向かってね言ってくる人っていうのはやっぱり、ね、アドバイスくれるからね、こうした方がいいよとか、これ違うでしょとか、そういうふうにこのピンポイントで言ってきてくれるんで、それはね逆に助かる、あっていうその何、自分に対しての反省点になるんで。あとね、なんかね、動画がつまらないとか書いてくる人もいて、いや見なきゃいいじゃんっていう話なんだよね。そのあのなんだろう見なきゃいいじゃんだよね。なんかそんなつまらん動画に時間ってと費やしたくないから、もっと面白いね方に使いたいじゃん。まあかといってね、僕の動画ね本当つまんないんで申し訳ないんですけど、まあただこうやってねなんか無駄な話をしながら組み立ててるだけなんで、もうちょっとね本当ねいい話ができればなっていうのはね常に思ってる、思ってるだけだよねって感じだけど、もうちょっとね本当ね皆さんのためになるようなネタをね何とかしてね探してはいるんだけど、動画をアップする量も多いじゃないですか。ネタって一瞬で尽きちゃうんだよね。まあ、それの加減もあって黒釜さんにね動画を出てもらったっていうのもね若干ありますけど、見えてる。もうちょっとアップにした方がいいか。すいませんね。おてててて。外れたらごめんね。よし。小さい。やっぱ速乾性は乾くのが早くていいわ。いいね、こう2個やってると片方乾かしてる、乾かしてるっていうか触ってる間にもう片方が乾いてる、あのある程度固定されるからね、その辺はいいな。よいしょ。あ、しまった。これは止まった。これはちょっと速乾性というか流し込みができないんで、これを使う。やっぱ筆が通らないところっていうのはどうしてもねちょっとしょうがないよね。よっ、ピッとピチョーンとつけて、こう向きか。もっとプロモデル上手くなりたいな、上手くなりたいな。なんだろうな、なんかもうちょっといろいろできるといいんだけどな。いいよ。あ、そうだ、皆さんにねちょっと一言言っとかんとかんことがあって、最近そのツイッターとフェイスブック、ツイッターとあのインスタかやり始めたんですけど、全然ね僕ねあの使い方がいまいち分かってなくて、使い方がいまいち分かってない上に、まあ使い方がよく分かってないから
生まれてしまう、そのね、なんだろう、多分ああいうのってなんか暗黙のルールみたいなのがあると思うんだよね。それにね、自分が対応しきれない。ちょっとね、その辺、あの、嫌な気ねさせた人がいたりしたら申し訳ないなと思って、ちょっとこの場を借りて、で自分をフォローさせてもらいますけど、申し訳ないです。本当ね、分かんないんだよね。なんかその暗黙のルールって、いろんなもんってやっぱりその暗黙なだけに分からずにあるみたいなところがあると思うんだよね。なんでなんかその本当に人に嫌な思いをさせたらね、そんな悪気はなかったんですっていうところなんでね、本当にね分かんなくて申し訳ないんですけど、あの、誰々がフォローしてくれましたみたいな見ると、あの YouTube でよくコメントをくれる人っていうのはやっぱりね、あの名前覚えてるじゃないですか。なんで、あ、この人の名前って YouTube であの人だよねみたいな、いるみたいな風に覚えてるんで、フォローしなきゃっていう風になるんですけど、違ったりするとやっぱり分かんない。でもこの写真はあの人じゃない。よいしょ。はあの人じゃないみたいな感じのね、ことがあるとフォローしようっていうような感じになるんだけど、もしね、あの、気づいてなかったりしてね、フォローしてなかったりしたらね、ちょっと申し訳ないなと。本当、そのね、あんまりわけがね、自分が分かってないのに始めるのはいかんかなと思って、今まであんまりやらなかったんだよね、そういうインスタとか。あと放置になっちゃう、まあ見事ね、ブログの方って結構放置になっちゃってまあブログの方はね、もう仕事のお話だけにしようと。プラモネタとか遊んだネタとか、そういうのはあの、Facebook でいいかなと。で、なんかプラモデルの完成したのとかは Twitter やインスタ、なんだろう、なんかその使い分けってよくわかんないんだよね。手当たり次第やっても結局その、なんだろう、同じことを全部にこう やっちゃうだけで、なんか利点が減ってっちゃうような気がしないでもない。なんかうまく使いこなせてないのにやってるっていうのもちょっと嫌だなと思う。よし、で、あ、そうか、メイキパーツ、一旦ここで動画止めちゃっていいかな。ちょっとね、超グダグダでそのうち無言になっちゃうんじゃないかって思うんで、一旦ここでカメラ止めさせてもらって、ある程度こう組んでったら、次そのデカールを貼るっていう、この内部的なものっていうのがあるんで、ちょっと一旦そこまで止めちゃいますね。まあ、あと途中でなんかこうやっていくうちに、なんかいいこと思いついたらまた始めようかなと思うんで、ちょっと申し訳ないですけど一旦ここで止めます。ちなみに今こんな感じで、ね、エンジンはこんな感じ、まあ、あとここにちょっとキャップをつけないといけないんですけど、こんな感じね。やっぱりちゃんと色分けするとまあまあ見栄えいいね。まあまあね、まあまあ本当に上手い人って本当にすごいからね。まあということで一旦ちょっとここでカメラ止めます。